この間の休日一日密着の時にお買い物をしたものの中身を公開していきたいと思います。あってな一着だけみたいなね。そうやばくない？シャネル銀座1点しか入荷してないので私しか持ってません。ただの買い物好きでシャネルの服を買っている人って思ってほしくなくて、こういうものを手にした時に受け取る無形の価値っていうものをすごい大事にしていきたいなと思うし、それこそ本当に皆さんこんにちは、勝田もみです。今日のビクトリーチャンネルは、この間の休日一日密着の時にお買い物をしたものの中身を公開していきたいと思います。お洋服がお直しに出していた関係でちょっとタイムラグがあったんですけど、この度お直しから上がってきました。イエーイまあちょっとね、2、3週間からちょっとタイムラグがあったんで、紙袋とかボロボロな状態になってきちゃったりとか、一回お家で見たいから開封しちゃったりとかしてるんだけど、ちょっともう一回みんなで改めて見れたらなと思います。まずはシャネルの後に買ったグッチ。グッチでは何買ったんでしたっけ？グッチはね、あのメインはこのスカートが欲しくて行ったんですよ。丈の長さとかさ、お尻周りのサイズの大きさとか気に食わへんとかって言ってたの覚えてる？覚えてます覚えてます。でさ、これもさ、でもグッチさんはね、あのお直しをしてくれないんですよ。お直しをしないっていうのが、まあ、ブランドポリシーというかシルエット変えたくないっていうのがあって、ただ私にもシルエットにはこだわりが強い方なので直しました。丈とかさ、お尻周りとかちょっとなんか大きかったからさ、サイズをお直しました。じゃーん、可愛くない？すごいすごい。ちょっとテンション低いよ可愛くないって言ってさ、私だけ超テンションとかめっちゃ可愛いねんけど、これがなんかこの形は可愛いんだけど、ちょっと丈が長かったのと、この辺のヒップサイズがちょっと大きかったから直しました。で、これの上に合わせるトップス、めっちゃ来たやんな、いろんな。めちゃめちゃ来てました。もうあれもこれも嫌みたいな感じだったもう店員さんさ、ふぅみたいなってたよね。スピード感、スピード感とか言って効率悪いからとか言ってたよな。でも、無事にバンビちゃんのさ、あ、出た。そうそう、 T シャツが見つかりまして、こいつと合わせたらさ、可愛いやんと思って、まあもちろんその冬とか寒い時期は普通に黒のハイネック、タートルネック合わせて着たらいいと思うし、もちろんブラウスとかも可愛いと思うねんけど、なんか私はこれにブラウスとかを着ると可愛いけど結構可愛すくなりすぎるから自分らしくないかなっていうのがあって、カジュアルに着たいから T シャツにしました。なんかこんな感じで可愛くない？ほら可愛いです。可愛いって言うじゃないよ。めっちゃ可愛い。早く着たいな。グッチは以上です。もうグッチはこのスカートだけが欲しかったんで。じゃあ次、うん、シャネルですよね。そうやで、次はもうシャネルのパレードやで。もう多分視聴者の皆さんも、うん、あのグッチも素敵なんですけど、うん、こっちサイドめっちゃ気になってる。そうでしょう。シャネルでしょう。シャネル。めっちゃテンション上がるわ。まずはじゃあちょっとノースリーブみたいな T シャツ、もともとはさ、これがちょっと欲しいなって思って行ったところから始まって、じゃじゃん、可愛くない？また出た、可愛くない？可愛いです。可愛いやろさ、このなんかリボンが可愛くて、で間にさ、なんかパールが入ってるのも可愛いなと思って、でさ、このさ、後ろをさ、紐でさ、くくるんですよ。カジュアルなシャツやけど、カジュアルじゃなかったっすもんね。あ、そうそうそう、あれやろ、グッチの T シャツとスカートよりこれ1枚の方が高いっていうあの話のやつだ。シャネルの T シャツ1枚より安い。なんかうんと思っちゃったけど、まあでもしゃあないよね、出会っちゃったから。次、これめっちゃ可愛いね。これさ、すごい奇跡で、このワンピース今季のやつじゃないんですよ。これもさ、成田で見つけてめっちゃ可愛い、欲しいって言ってんけど、もうフライト前で時間がなくて、でもう買われへんわーと思ってさ、諦めてたわけ。絶対もうないやろうなと思っててんけど、なんか忘れられへんかったから店員さんに聞いたんですよ。あれありますって言ったら、なんとあってんな、一着だけみたいな。そう、やばくない？だって普通1年前のコレクションっていうかさ、絶対ないはずやん。しかもシャネルってもう全然大量に入荷させへんわけよ。そのプレミア感を出したいから、ワンピースとかってもう下手したら1着しか入荷させへんかったりするんだよな。でこれは確か銀座で3着か2着しか入荷してなくて、なんかこれがあるってなってね、あ、ごめんなさい、めっちゃ幸せ。これのさ、中のさ、見て、ここのさ、端口がほらほらほら、このコクマークがすごい可愛くない？ちっちゃくって入ってんね。で、なんかいろんな色が入ってるから、本当にこう比較的合わせやすいなと思って。靴はでもあれかな、ゴールドかシルバーか白か相性がいいかなと思って。
ちょっとさ、二の腕が見えるところが気になんねんけど、かさん、これがあるってなってから変なヘッドスイッチ入ってますよね。そうね、これがあるってなってからおかしくなっていって、なんかいろんなことが、 T シャツもほんまは別に着る予定じゃなかったんです。これも着て、可愛いやんってなって、で、あれもこれも着てみたいってなって、第3次となっていったんですけど、すごかったっすね。可愛いわこれ。橋口君、どこできるんですかとかってずっと言われながら、なんかずっと聞いてましたもん。どこできるんですかどこできるどこでもいいやんと思って、その辺お写真に行くときにさ、ちょっと羽織ってきたら可愛くない。おう、そしてもう一着実はワンピース買ってるんですけど、これね、ちょっとね、気にはなってたんですよ。欲しいけど、まあどうしようかなみたいなぐらいだったんですけど、もうなんかここまでいったらもう一緒よみたいな感じでしまって買ったカーディガンです。あ、僕それ知らないですね。嘘。あ、そう、知らんかもしれない。勝手に買ってた、これ何世代最後にピッて、あ、これも買いますとかそう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 、じゃーん、なんかシャネルって感じですね。確かに黒でクールで、そうそうそう、 黒に大きいあの金ボタンで、なんかそのスーツでさ、まあ、普段仕事してますけど、まあ、お客さん帰られた後とかお店閉まった時にちょっとジャケット脱いでなんか羽織って仕事したいなっていう時に羽織ったりとか、あとはさ、このワンピースの上とかに夏とかでもさ、エアコンが強いとことか行ったら寒いから、ちょっとこれを羽織ったら可愛いんじゃないかなと思って、なんかこういう感じでさ、羽織ったらさ、大人っぽくなるやん。ちょっと色が結構たくさん入ってて、でふわっとした感じの長径の素材のワンピースで、丈もロングじゃないから、やっぱりどうしてもちょっと若い印象が出ちゃうんですよ。それに短い丈のものを合わせると余計若くなっちゃうから、ちょっとカーディガンの丈を長くするだけで大人っぽく着れるんですよね。年齢に応じた服の着方ができるから、なんか私はあえて心とかでシックに決めて着る方がなんか大人っぽくってかっこいいで、なんかドレッシーな感じになると思うんですよ、こういう風に着る方が。で合わせたいなと思って、このカーディガンちゃんもゲットしました。はい。そして次のお直ししたコーダちゃんいきますよ。これじゃあめっちゃ可愛い、やばい、超可愛いねんけど、見て、めっちゃ可愛くない、このフォーラルピンク。それも買ってたんですか？これも買ってた、これも買って、サイズが結構これね大きかったんですよ。大きかったから結構直した、結構オーバーサイズでざっくり着る着方が可愛いから、まあオーバーサイズで着たらいいかなとは思ってます。ほら、かわいい。これね、合わせデニムももうあんねん、シャネルのさ、ここマークがダーッと入ったデニムやねんけど、多分それと同じぐらいの時に出たはずなんですけど、ちょっとこれ買うのが遅くて、私が。かわいい、めっちゃ早く着たい。ほんまにツイードが可愛くてさ。そして最後、これもさ、買うつもりなかったんけど、着てみたらさ、めっちゃ似合ってん。え、これ私のためとか思っちゃってぐらいほんまに似合ったから、これはもう買わないとあかんわと思って、このワンピースが、まあ、メインです。私の中では本当にメイン、芸術。ただの買い物好きでシャネルの服を買っている人って思ってほしくなくて、なんか私にとってシャネルの服はなんかただの洋服じゃなくて、ほんまに芸術なんですよ。なんか歴史を感じるし、そのものづくりの、まあ、文化もそうだし、それを守り続けてきた姿勢もそうだし、その染色技術もそうだしっていう繊細な部分をめっちゃ感じる。だからなんかこう消耗品として買ってるわけじゃなくて、本当にずっとオブジェとして衣装飾って見てられるなみたいなぐらいの感じで買ってます。やば、めっちゃ綺麗、超美しい。これはちなみにあのシャネル銀座1点しか入荷してないので、私しか持ってません。なんかすぐそこ言ってたら、これ1個しかないねんでとかって、誰に着るんですかとかって言われてちょっと失礼ぶっこいてました。じゃじゃん、じゃじゃん、見てこれ、すっごい綺麗じゃない、この染め、この染めよ、染め、すごくない？染め具合をさ、人がやってるんですよ、丁寧に丁寧に。手作業ですか？手作業でやって、で、裏地がここまでついてるんですよね。だから結構ミニ、ロングなんですけど、ここから下は全部透けるような感じになる。なるほど。そう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 、これ見ながらお酒にずっと飲めるもん、すごい感動するよ、ほんと。まあ、自分がものづくりしてるね、ものづくりの仕事だからっていうのもあるかもしれないですけど、なんかこのレースの裏にこの柄の裏地持ってくるんやみたいなとか、あ、それとそれが重なったらこういう風に見えるんやとかもういちいち思う。そうそう、あとはやっぱり縫製しっかりしてるなとかっていうところもそうだし、そう、まあちょっと着るのでまた楽しみにしててください。このカーディガン、これにもいけるじゃんとかって思って
まあ、ちょっともったいないんですけどね、こんだけ鮮やかな色味の服に黒を持ってくるっていうのは、やっぱり白とかの薄いものを羽織る方が本当は重たくなくていいんですけど、でこれまた大人っぽくなるでしょ、羽織ると。ああ、めっちゃ確かに印象変わる。そうそうそう、印象変わるやんか。なんかこうすることによって普通にディナー行きますとかっていう時でも全然着やすくなる。でこのワンピース自体がシャネルシャネルしてないから、なんかシャネルって分からへんところもいいなと思って、まあ本当はね、黒は大人っぽいけど、まあ、白とかのちょっと透け感があるカーデガンでもいいし、なんかあえてパーカーとか羽織っちゃうのもまあいいかなと思いますっていう感じ。走る君懐かしいね。超楽しそうですねえ、もうめっちゃ幸せ、めっちゃ可愛い。もう早く着たいけどさ、あの休日密着の時に着てたシャネルのジャケットも買ってさ、1年間キーヒングってさ、あの日初めて着たから、なんかこの子たちがそうならんかったらいいなって思う。やっぱり個人的には服っていうカテゴリーの価格じゃないなっていうのはあって、ああはいはいはい、すごいですね。やっぱこうすごく服が好きなんだろうなって思いました。なんだろう、うん、このワンピースとかもそうですけど、ワンピースって別にね、そのロングのワンピースとか6000円で売ってるわけじゃないですか。に比べると全然服の値段ではないと思うブランドネームが大きいなと思うんですけど、でもそのブランドネームだけとかブランドビジネスだけで展開されてる服だったら、まあ、必要性だけで買ってると思うんですよね。だけどなんかそうじゃないシャネルとかの服って本当に心が躍るし、ワクワクするし、頑張ろうと思えるし、また欲しいと思えるし、本当にさ、なんか普通に仕事頑張っててこのワンピースのことがちょっと頭に入れるだけで、ああみたい な、 なんかお腹空いた時に美味しいご飯焼肉想像して似合ってなるみたいな気持ちにさせてくれる、もう芸術と思って買ってる、なんか服として買ってるというよりも。私も元々お金がないところのアパレル販売員から始まってるから、本当に贅沢なことだし、それを若みたいにとかとか買うのはやっぱり違うと思ってて、だけどあ、この子はなんかもう絶対今買わへんかったらずっと後悔するやろうなっていう、やっぱ後悔をしたことがあるから、なんかだったらあ、ちょっとどうやったやろ、これ買ってよかったかなって思ったとしても、なんか自分で持っときたいっていう気持ちの方が大きい。なんかパンプスとかもそうやね、可愛いなって思うものってやっぱり日常では履きづらいものが、でもなんかその非日常なところにきっと女の子はなんかお姫様じゃないけどみたいなきっと気持ちとかを抱いて、なんかその気持ちをずっと忘れずにおばあちゃんになりたいなって思ってる。そういうワクワクがやっぱり人をずっとさ生き生きさせるし、人をずっと輝かせるし、人をずっと若くいさせてくれるのかなって思う。そういう買い物をしないとあかんなと思う。あの安いから買おうって思うものは一切買わない方がいいと思う。安いから買ってるだけだから。なんかその教育もそうだし、恋愛もそうだし、仕事もそうだし、買い物もそうだし、住む家もそうだし、取り車もそうだし、お金っていうハードルが一切なかったとした時に、自分が何を選択するかっていう選択ができる人間になりたいなと思ってて、そのためにはお金が必要やんか。お金がないと結局選択できんやんか。自分は今子供がいないけど、子供が生まれた時にこういう教育を受けさせてあげたいなと思っても、お金がなかったらその教育って受けさせてあげられへんか。でもお金があったらその教育を受けさせてあげたいっていう方がそっちなのであれば、それを叶えていける自分になりたいなって常に思ってる。なんでその安いから妥協して買わないといけないものは買わない。だけど欲しかったものがその金額だったんですって言われたら、それは買う。でそういう自分であろうと思う。じゃないとずっと結局お金に左右されてさ、自分の選択が変わっていくっていうのがやっぱすごい嫌なんで、それはその自分のなんて仕事を発展させていくっていう役割もちゃんと果たさないといけないなって思うんですけど、だからその辺のバランスかもしれないよね。毎回毎回さ、こんな買い物をさ、なんか常にバーってしてたらあかんかなとは思いますけど、やっぱりこれも仕事頑張るエネルギーの、その頑張ろうと思わせてくれるバロメーターは人それぞれ違うのかなと思うんですけど、なんか私はこういうものを手にした時に受け取る無形の価値っていうものをすごい大事にしていきたいなと思うし、それこそが本当にブランド価値だと思うから、なんかミューズのビクトリースーツを着たいなっていつか思ってる人にも、私がシャネルでいつか買い物できる子になりたいなって思ってたような気持ちでミューズに来てくれたら嬉しいなと思うし、そういうものに一つの商品を成長させていく、一つの商品に命を宿していくのもブランドの役割だと思ってるから、なんかそういうことをやっぱりこういうブランドから私はすごく学んでるんですよね。なのでミューズもそんな風になりたいなと思ってますミューズとこじつけてるけどほんまにそうや。皆さんも自分の活力になるなんかブランドとかがあったら、ぜひコメントに書いてみんなでシェアできたらなと思います。今日の動画が面白かった人はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
お母さん、ちなみに、うん、内訳聞きたいです。嫌 やわ嫌 やわ。いや、その、うん、芸術的なドレスこれね、さすがお目が高い橋口くん、これは100万ぐらいやったと思う。100ちょっとぐらい。マジで、マジでやばいやろマジっすか。マジ